ちょこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、今度はパリーグでございますよ。そうだね、はい、クライマックスシリーズ、ね、ファーストステージ、まあ、パリーグ編ということでね。はい、これね、はい、セリーグとパリーグがデーゲームとナイターで分かれてるのでね、まあ、ゆっくり見れるっちゃ見れるんですよね、はい、まあね、うん、で第一戦ということで、はい、ね、今日はまあ、看板やちいちゃんという、はい、またお願いします、ね、はい、お願いします、はい、はい、ということで、まずスタメンから、まずスタメン、うん、はい、こうなります。はい、これはどうでしょうか、ね、はい、まあ DH に柳田とポランコ、うん、そのね、米っていうか星というか、そうだね、あのお花みたいなのがついてるのが DH ということで、はい、はいはい、で、この中のポイントっていうのは、うん、僕、俺は角中に置いてるんだよね。なるほど、うん、これ角中っていうのはやっぱりもうバッティングの技術っていうのも高いものがあるし、うんうん、まあ、こういう一発勝負の時にまあ何かをしてくれるかなっていうね、うん、そういう期待感がある。なるほど。それと松川、はい、ね、佐々木朗希とのバッテリーね、久しぶりのバッテリーだよね。完全試合の時のね、まあ、バッテリーですもんね、まあ、まあ、ね、はい、でソフトバンクの方は、はい、やっぱなんといってもシュート、うん、シュートがやっぱり一つ出ることによって、はい、まあ、ツーアウトからだったらあれだけども、うん、まあ、ノーアウト、ワンアウトから出るとなんか得点の匂いがプンプンするという ね、 ね、あとはやっぱこう心臓部、うん、ソフトバンクの柳田、近藤、はい、まあ、この辺りがどういうふうな活躍をするか、はい、あとは先発のスチュワート、うん、ね、どういうピッチングをしてくれるか、はい、はまったらいいけど、はまらなかったらやっぱ制球難が出てくるかなという、うん、まあ、そんな感じで見てたけどもね、はい、ということで試合結果をお知らせします、うん、はい、見ていきましょう、はいはい、はい、こうなりました。はい、スコアは、8対2でロッテの勝ちということになりました、はい、そうだね、はい、はい、これもね、うん、あの得点のあった赤い数字のところと、はい、ちょっと豊さんが解説したいという青い文字のところですね、はい、はい、はい、ということで、うん、まず初回、まあ、佐々木朗希がね、久しぶりの登板でどういうピッチングをするのか、うん、で一番周東との対戦、はい、戦、はい、まあ、161キロ、いきなり初球から161キロ、うん、まあ、セーフティーバントに行ったんだよね。そうでしたね。でピッチャーのショーフライに終わったという、うん、ね、苦笑いだった。いや初めて見ました、まあ、でも、まあ、周東ね、初球のこうピッチャーライナー気味の、うん、まあ俺どっちかだと思ったんだよね、周東ソフトバンク打線、うん、もうとにかく積極果敢に攻めていくのか、うん、はい、それとももう耐久に行くのか、うん、やっぱさ、あの球数でおそらく佐々木朗希は降板とか、うん、まあいろいろイニング数も考えててもやっぱ球数っていうのはものすごく気にして投げてたと思うんだよね、うんうんうん、だからそういう意味では周東が、うん、まあ考えとしたら分かるけども1球でアウトになったっていうのは佐々木朗希を少し助けたかなっていうような感じがするよね。ね、あれはやっぱりこう佐々木朗希投手の球の速さだという球威がああいうライナーのフライのようなことになってしまったっていうことですか。まあ、まあそうだね、うん、まあ、うん、普通だったらちょっとこうかぶせて一塁側にやるんだろうけども、うん、やっぱ間に合わないんだよね多分。なるほど、それがまだ初球だから、うん、そうだね、あらこんなだったかなみたいな、そうそうそう、まあやっぱりリズムがつかめてなかったというね、うん、まあでもそれアウトにとってまああの川瀬を打ち取りセカンドゴロで、うんうん、まあ柳田ね、はい、を三振で取ったという、うん、もう全部落ちるようなボールで取ったということね、ね、はい、まあ、見事なちょっと立ち上がりだったかなという感じがするよね、うん、その裏その勢いを打線が援護したというか、うん、まあ荻野が先頭打者ホームラン、はい、いきなりね、いきなり 対照的な一瞬、まあ、まあそうだね、先頭打者でしたね、そう、 そうだったね、うん、で外を狙った球はちょっとシュート回転して中に入ってきたんだけど、うん、はい、まあ、それをちょっと泳ぎ気味でねポール際に入れたけども、うん、まあ、見事なやっぱホームランだったし、うん、でツーアウト後ポランコがまたまっすぐを、まあ、フルスイングしてセンターのやや右にね、うん、まあ、ホームランをするという、ね、まあ、まさかね立ち上がりから2点先取できるなんていうのは、うん、多分思ってもなかったと思うんだけども、うん、やっぱロッテのその最初のゲーム内の入り方、うん、これはやっぱこう素晴らしかったのと、やっぱ荻野がね、佐々木荻野っていうのが勢いをつけたよね。なるほど、うん、まあ見事だったね、ね、はい、で2回、はい、で佐々木朗希はどうかって言ったら、うん、まあ、先頭打者で近藤を迎えるんだけども、はい、やっぱ三振に取ってるんだよ、うん、やっぱりね
松川は、うん、佐々木を止めるのがうまい。やっぱそうですか、うん、でね、松川がね、キャッチャーしてると、うん、朗希もね、何の心配もなく腕を振ってる。なるほど。だからフォークがえぐい落ちる。なるほど、まあね、うん、いくらかもワンバンの球は見ましたけどもね、思い切って投げてる証拠なんでしょうね、うん、思い切り投げてる証拠だし、よくストッピングができてた、うんうん、だからこのなぜここを使ったかというと、やっぱ心臓部、柳田、近藤がどういうバッティングをするのか、はい、やっぱ三振で打ち取ったというね、うん、見事な、なんていうのかな、こうストッピングであり、うん、フォークボールであったということだよね、はい、で3回、うん、ね、スチュワートがフォアボールで先頭出す、はい、で荻野が送る、うん、ね、うん、で藤岡、はい、フォアボール、ね、あれね、これちょっと制球おかしくなったぞって、うん、もう短期決戦だから、うん、今年のシーズン中もやっぱフォアボールで崩れるケースっていうのは、うん、スチュワートあったんだよ ね。でバッター角中、うん、ボールは振らない、うん、よく粘れるバッター、うん、いやもう変えた方がいいと思ってたのよ。なるほど。あとまた、ま、あのフォアボールで、はい、満塁になる。満塁になりました、ね、ちょっと投手交代は遅れたなと思ったの、はい、でポランコのところでヘルナンデスを持ってくるんだけど、はい、左のちょっとサイドのね、はい、ピッチャーをで、ああこれ大丈夫かなと思ったらショートゴロ、中間守備ぐらいだったんだよね、うんうん、でショートゴロ飛んで、ああゲッツーやと思った、はい、そしたらね、やっぱり三森がね、うん、やっぱライト寄りにちょっと振ってるんだよね、うん、で今宮が柔らかいトスをするんだけど、やっぱこう走ってきてるだけに、やっぱちょっといい送球がファーストにできなかったね。なるほど。その送球がエラーになって2点取られるという、うん、いやーもったいなかったねこのエラーは。ねえ、うん、ただその角中のところでね、うん、ピッチャーを変えてればフォアボールとかじゃなくて、うん、満塁にならないとか、このエラーが防げたかもわからないよね。なるほど。だからいやいや投手交代はポランコ打ち取ってるけど、やっぱ守りが悪かったって言うかもわからないけども、うん、俺は一つ角中のところでやっぱヘルナンデス変えるんだったら角中のところだったかなっていうふうに思ったけどね。なるほど。うん、だからちょっと遅れましたかな。はい、はい、で4回、はい、佐々木朗希が3回で降りて4回から中村、うん、ね、左ピッチャー、はい、ね、で川瀬がワンアウトからセンター前打つんだよね、はい、うん、で柳田、近藤で続く、うん、これはねスプリットがねやっぱいいところに落ちるし、うん、やっぱ松川が、うんうん、やっぱ止める自信があるんだろうね、うん、だから低めに来い低めに来いって言って、あの低めによく落ちてた、うん、で柳田、近藤って連続三振だよね。また三振ですね。だからもうこれはねやっぱ勢いを止めたね、うん、この中村っていうのも。なるほど、うん、だから非常になんていうの、左バッターをすごく並べてんだよね、うん、1番から6番まで全部左という、うんうん、で今宮挟んで左右って、うん、7人左を使ってきてるということは、うん、やっぱり左ピッチャーっていうのは有効だよね。なるほど。で中村っていうのがすごく左で通信、左バッターを抑えるのが得意なんだよね、うんうんうん、で次も坂本6回、はい、持ってきたんだけども、はい、川瀬にフォアボール、うん、シュートから始まったんだけど、はい、まあ、シュートの時はそんなに悪いとは思わなかったけどね、うん、少しボールが荒れ出したんだ川瀬の時に、はい、ちょっとマウンドが合わないのかどうかわからないけども、うん、足場がね、うんうん、なんかちょっとボールが抜け出して、はい、あこれはちょっとおかしいなと思ったら柳田がさすがだね、うん、逃さないね、うん、ライトへホームランというねえ、うん、これが打った瞬間そう分かるようなね。そうだね、はい、で4対0から4対2になった、うん、ああこれはちょっとソフトバンク来たぞとね。うん、でやっぱつないでいく中で誰か悪いピッチャーも出てくるかも分かんないからね、うん、これは分からないぞと思った時に、うん、6回裏、はい、ね、5回から香山が左のサイドね、うん、はい、登板してるんだね。そうですね。で先頭バッター角中のところで、うん、代打岡を使って、はい、で岡もレギュラーシーズン
ずっと調子が良かったから、うんうん、まあ、ここで使ってきたかと思ったらいきなりセンター前ヒット、うん、でポランコ、うん、センター前ヒット、はい、おい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 加山大丈夫かって思った、うん、ノーアウト1・2塁、はい、で安田、はい、ね、ロッテベンチはバント、まあ、当然だなと思ったんだよね、うんうん、まあ、5番でも安田バント、2球失敗、うん、ね、うん、それから打ての際に変更した。なるほど。そしたら次の球を、右中間へツーベースヒット、うん、ね、で1点を取るという結果。そのね、もともと2個失敗したからの結果なのか、うん、初めから打つっていうことだとこうなってなかったのか。ああ、そうかもわからんな、うん、でやっぱり必死になるしさ、うん、でも追い込まれて何とかせないかんとかね、うん、思った時に、うん、やっぱここもミスなんだよ、加山の。なるほど。海が完全にさ、ボール球、うん、右バッターの打席ぐらいに構えてるのに、うん、真ん中に入ってきてそれを打たれるという、うん、まあ逃さないっていうのも確かにね、まあ安田の凄さだったのかもわからないけども、はい、やっぱここはね、もっと慎重にいかなきゃいかんわ、うん、で1点を取られるというね、はい、で2、3塁を作られる、うん、で山口、はい、ノーアウト2、3塁から山つもりに変えたピッチャー、ここでね、はい、はい、で山口に対してつもり、うん、これが一塁ゴロ、ファーストゴロでワンアウト、ね、なおも、うん、お二三塁、はい、ワンアウトで藤原、うん、で次松川、うん、俺は見てて、うん、いや藤原はね、うん、やっぱこういう時嫌だなと思ったの、うんうん、で一塁が空いてるし、てますよ、ね、満塁の方が、うん、ゲッツーも取りやすいし、まあね、ワンアウトですからね。ワンアウト、うん、で松川に仮に代打としても、うんうん、俺は津森対藤原だったら藤原の方がちょっとね勢い的にも有利かなと思ったわけ、うん、だから歩かさないのかなと思ったら歩かさないで、うん、藤原に2点タイムリーを打たれるという。だからもったいなかったよね、防げる点が、うん、何点あったかなっていうね、えちょっと細かなところで、うん、あ、そうだ ね、 ねえ。で8回には、うん、そのまあね、安田が、ランナーセカンドから、あ、ランナーサードからライトへタイムリーというふうに、うん、まあ、8点目を取るんだけども、はい、これね、ソフトバンクよくよく考えてみると、うん、これね、なんていうの、4点はね、うん、無駄な失点なんだよね。今話をしたような、ここはエラーでしょ、うん、でここもね、歩かしとけばとか、うんうん、あの一球の勝負球を間違えなければとか、うん、でそういうことを考えると、まあ、5点だな5点ぐらいやっぱね防げる点だよ、うん、うん、だからちょっとソフトバンクはねもったいなかったなっていうような感じもするし、うん、ただね、俺ロッテ感心したのは、はい、今日のゲームを見てて、うん、やっぱ甘いボールだとか失投をことごとくヒットにしてた、うん、だから集中力が高かったなっていうのと、うん、でソフトバンクの方はやっぱ佐々木朗希に3イニングピシャッと抑えられた、うん、ね、スタートからよし今日からクライマックスシリーズが始まる、うん、ね、そういう勢いを最初に止められたということがやっぱこの試合がこういう結果になったのかなっていうふうに思う。なるほど。ちなみに佐々木朗希投手は3回41球、はい、4三振、はい、無四球ということでしたね、うん、ヒットももちろん打たれてないですね。完全だよね、うん、いやだから佐々木朗希はまずやっぱり3回をめどに、うん、まあ、40球っていうのは決められたと思うんだけども、はい、その中で完璧な投球ができたということがさ、うんうん、やっぱ勝利への第一歩だったかなっていうふうには思うよね。なるほど、はい、はい、まあ、見事だったよね、うん、はい、あ、ただソフトバンクの方はやっぱ避けるところは避ける、うん、で勝負行くとこは行くとかで守備体系でも中途半端にならないようにした方がいいなっていうふうには感じたし、なるほど、まあ、ロッテは今のままでいいかなっていうような、はい、まあ、感じがしたよね、うん、はい、はい、まあ、明日は有原と西野、はい、そうですね、ね、うん、まあ言えば今年、チームを支えてきた、うん、あ、ピッチャーだけにね、まあ、どういう展開になるかわからないけども、はい、まあ、ロッテが勢いがあるよって言うかもわからないけども、うん、今年ねパ・リーグを全体的に見てるとすごく、あ、これはいい勝ち方したなっていうのが続かないのがパ・リーグだったんだよね。なるほど。でソフトバンクみたいにもう、あ、全然ダメじゃんみたいな思ったのが次の日素晴らしいゲームやったりするから、
まだこの一戦というのはまだわからないね。うん、勢いが出たよし、ロッテをもうすぐ押し切るぞじゃなくて、明日は明日の風が吹くで、ちょっとわからないかなと。まあレギュラーシーズンの終盤もね、まあ、もう混戦も混戦を極めましたから、ね、勝つだろうと思う試合が負けるしさ、もうそれでもうね、順位の変動は忙しかったし、うん、まあそうだね、ゲーム差はなくてっていうね、はい、ところだったので、また連戦ですから、この短期決戦で連戦というのはまた、まあね、どうなるんでしょうかね。まあ、流れを変えるというのは非常に難しいかもわからないけども、ね、まあやっぱこう立ち上がりのピッチャーっていうのはね、うん、非常に今日感じたのは大きいなっていうふうに思ったから、うん、まあ立ち上がりだけはね、うん、要注意で、はい、ね、頑張ってほしいと思います。はい、ね、ということで下の千葉ロッテマリーンズのところに星が一つつきました。はい、はい、ね、まあセリーグもパリーグも2位のチームが、うん、そうですね、まあ1勝ずつしたということだよね。はい、まあまた明日がね、うん、楽しみです。はい、はい、頑張ってください。はい。